ちゃんとやってる。あ、来た来た来た、ここやここや。どこ行こう。渡れるようになったわ。降りてえな。降りて降りて。行くよ。見たかったな、パンツな。ここで見れるかもしれないな、またな。あ、微妙に見えへんな。よし、ポーっと。さあ、進んだで。ぐるぐる回って、何これ。いるやん。よいしょ、はい。あ、でもなんでお前そってバカ、お前は本当にバカな野郎だわ。硫酸弾使われちもてんけん、本当に。なんで上向いて撃つんだよ、困るわ。そう、こう構えポーターをさ、もう一回押したらさ、ちょっと自動照準変えてほしいわ。よし、はい、使いましょうよ、使ってよ。ああ、レベッカか、持ってんの。え、使う必要ある手だから、もうなんなん。あ、レベッカ遠いし、ちょ、もうそういうのとかもええやん。どっちが近かったら使ってよ。よした、よし、いらねえよ、入れ替えよ。さて、行こう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 。あ、なんか落ちてる。あ、マグナムや。よし、ありがてえ。あ、ムービーや。やばいんじゃないこれ。ボス？うわー、めっちゃいるやん、ヒル。ようこそ、この地獄の果て。あ、こいつや。楽しい宴を始めようじゃないか。君たち二人、弔いの宴を。お前は？いい。お前もヒルになってんの。そんな、マーカス。どういうことなの？え、マーカスなんや。10年前、私はスペンサーの息のかかった者たちによって殺された。殺された。ウェスカーや。象徴、あんたには死んでもらう。T ウイルスは私が引き受けますから。ウエスカー、バーキン。あら。だが奇跡は起こった。女王ヒルの持つ T ウイルスが長い年月をかけて私に新しい命を吹き込んだのだ。女王ヒルキン、私は蘇った、若返ったんや。私はアンブレラに復讐を誓ったのだ。そしてこの世のすべてを地獄の炎で焼き尽くしてやろうとな。そんな真似させるか。ならば私を止めてみるか。え、どういうこと、風出てきた。なんだ、うわうわー、ラスボスかな。何これ、やばそう。ちょっと待って、おい、ちょっと待って、ちょっと待った。じゃあ変えよう、マグナムにしよう。よし、いけ、逃げろ、これ逃げて。死んだ。
あ、レベックって死んだ。よし、やった。マグナ普通で、むしろイージーや、最高。何をしてる。パイロット校の鍵を取ります。取りますけど、このままではアイテム持ってません。ちょっと待って、またそんなこんな時にまで組み合わせんで、ショットガンもいらんかったな。ショットガン装備とこうんで、レベッカに戻せ。いいか、はい、持ってレベッカそれ。よし、 OK。 はい、取ります。死によったでこいつ。ちょっと調べよう、ちゃんとこの辺な。めっちゃ昼、この昼が襲ってこへんじゃん、さすがに。襲ってこない昼やん。演出上の昼やな。こっちの方はアバルブとか、まあ行けへんのか。あ、これ先行くだけか。なんかないんかな、アイテム。あ、入れ替えよう。これあれじゃない、マグナムじゃない。よし、もうマグ、まだまだこれで終わりじゃないってことでしょ、もちろん。こんなもんでいいんかな。もう大体見たな。もうここまで来てファイルとかないやろ。あ、これ2人やるやつや。よし、ここやっちな、ここね。よし、使う。切り替え使う。よし、これでいいんじゃねえの。よし、来た。さてさてさて、あ、セーブポイントや。物件調査員なんねやろ。とりあえずセーブしよう。セーブします。多分最終局面でしょ、ここまで来たら。あいつ来たし。はい、よし、こう。あ、お薬ある。ちょっと待って、これをちょっと置いとこう。この部屋に置けないってどういうことでさ。ちょっと置いてくれな、困んやけど。逆に置いてくれないと困るんですけど、インクリボンのおかげで。あれ、とこれ、あちこちこういう方に置くか。ここにちょっとインクリボンをさせてもらおうか。なら、よし、置く。イエス。で、これで、こいつのアイテムをもらおう。はい。で、レベッカで調合してお薬作ろう。よし、これで一緒。 OK。 はい、組み合わせでこれで OK。 よし、 OK、 これで一緒。レベッカはとりあえずこれ装備させておけばいいでしょう。竜消炎弾にしようか。消炎弾しとこう。で、まあちょっとこの辺はこいつはいつでも変えられるんで、とりあえずもう行ってから考えよう。行こう、脱出。最後またロケランとか落ちてくるのかな。さあ、脱出です。そう、うまくいかせてくれるわけないですけどね。裏切ろう、やっぱり。上級だ、上級だ。やべえ、パンツ丸見えですやんだ。めっちゃパンツ見えてる。この格好にしててよかったな。
どうすんねん。一体誰が。くそ、もう急いでくれ。そんな急がへんやろ。撃っちゃいなよ、なんかそっち向けて。どうすんの。めっちゃ来てる。ドーン。めっちゃデカなってない？さっきより。え、なんなん？ちょっと待って。何してんのこいつ？自爆装置が起動されました。共同操作。直ちに退避してください。待機する。なんだ。なんなん？おい、レベカ大丈夫？何すんのこれ。どうすんだよ。ちょ、レベックこっち来なさい。こっち上上がろうぜ。あ、なんかあるぞこれ。レベックなんかあるぞ。これは、ちょっと待って、なんなのこれ。全然わからんねんけど。おい、ちょっと意味がわからなすぎ。ひどいわ。なんかやり方があるのかな。あ、これ逃げれるようになってるわ。ちょっと待って、レベックに変えよう。なんかバルブがあってんや。あのバルブなんねんよ。お前ばかしな。ちょっと待って、ちょっと待ってちょっとお前あれにしよう。やばいやばい、マグナムにしよう。んで入れ替えて、ちょっとまだちょっともうちょっともうちょっと粘ろう。ちょっとどけってお前、やってろ、そこでやってろ。バルブあって、あ、これバルブ、バルブ、これちゃうの。これなんか、なんかせえや。なんかしてよ。なんかすんじゃないのこれ。ランプついてんやけど。これどうすんのこれ。意味わからん。なんなん。どうすんの。どうした。なになになに、どうなった。死んだ。太陽の光。何やったん？どういうこと？勝手に倒した？あいつ、日光に弱いのよ。そうな？窓さえ開けられれば。あのバルブ？あのバルブ関係ねえから。あるやん。ついてこい。ついてこい。なんかわからんけど、太陽光の来たんか。窓を開けてくれ。俺のスカウターで俺の方は戦闘力高いから大丈夫や。よし任せろ。引きつけるんかな。じゃあちょっと待って、ゲート開閉マニュアル。非常時にヘリポートの開放を行う場合、以下の操作を行ってください。ロック解除。室内より4つのロック解除装置を定められた順番で操作します。1番南西、南西、北西、南東、西側。ちょっと待って、ややこしいやん。そんなこれ勝手にやってくれんのかな。南西、北西、南東、よし、南、北、左の南、北で、右の南、西。じゃあとりあえず俺がちょっと弾はちょっと、そう、組み合わせ、よし、とりあえず取り出しちゃおうか。ちょ俺の方向いって、来いよ、来いよ、こっち来いよ。勝手にやってくれんのかな。よし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 、伝えてきた。まあ俺の方向けていいんでしょ、勝手に。ほら来いよ、俺の方向いないよね。ら、はい、はい、レベッカ向くなよ、俺の方だよ。こっち来いよ。よいしょ、はい。よいしょ、はい、来いよ。やべ。来ました、来ました。いた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 。あったあったあった。出て、来てわ。ちょ。俺通してやる、向こうに。よしよし、いた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 。ナイス。あと2つ。なんでここはもうなんとかなりそうだな。よいしょ、はい、ちょっと
ほら、そっとこ、その子にしちゃダメ。やっちゃダメだよ。はいはいはい。ですよ。はい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 。なんでもいいんじゃない。いけ、頑張れ。やばいやばい、ちょっとお薬、飲んでみようか。ちょっとお薬飲んでみよう。お薬。まだファインや、全然ファインだ。どうせこれ死なねえでしょ、多分こいつ。ちょっとこっち行って、後ろだよお前。ちょっとやめろって。あと1個だ。うまくいけ。よしよしよし、そうそうそう、こっちおいで。ほら、女王様こちらですよ。ふいふいふい、さあ来なさい。はい、よいしょ。動けないでやがんの、動けないでやがんの。はい、来た、行ったんじゃね。よし、4つ開いたぞ、これで。よし来た、よし来た。やったんじゃねえのこれ。太陽光に弱いって前さ、結構やばいあれやな、仕様やな。あ、大丈夫？あ、マグナもある。パンツから、パンツからのマグナム。お前撃ったらええやん、何でも撃たへんの。何、まだ撃つの。おい、化け物野郎。服脱いだ。これでも食らいやがれ。ドーン。あ、オープニングのアリア。ドキン。よっしゃ、ハード穴ぶち上げてやったぜ。これまた復活するんじゃないの、こんな感じ。上皮でやし、一匹なんか。レベッカ、逃げろ。ずっと手錠ついたままやったな。バーン、そうか、爆発させてたもんな。あー、助かったな。何それ、あ、手錠取れたんや。もっと早く取れへんかったんや。見て、あれが隊長の言ってた古い洋館だわ。ああ、バイオハザード1の男や。こんなジャングルの中にんじゃ。私行かないとかな。私もう行かなくちゃ。報告書には公園少尉は死んだって書いておく。俺もゾンビの仲間入りってわけだ。すごいレベッカ、このまま行ったんや。ありがとう、レベッカ。グッドラック。おっしゃ、クリアした。これでバイオ1につながるっていうわけですね。レベッカ大変やな、この後も散々な目にあって。はい、というわけでバイオハザード0クリアいたしました。いや、なんかやりやすいゲームであったね。多分死んだ1回か2回ぐらいしか死んでないんちゃうかな。うーん、結構まあイージーやからね、そりゃそうやけども、うん、楽しかったです。さあ皆さんもまあねえ、バイオもう言っても7まで出てますからね。ほんであとスピンオフのやつもいっぱい出てるんでね、
まあちょっとどっかしらから始めてみられてもいいんじゃないかなって、やったことない人はね、うん、だと思います。はい、というわけでね、エンドロールなんですけど、まあこの後何かありましたらまた収録しますけども、なければこのまま終わりたいと思います。というわけで長々とご視聴ありがとうございました。バイオハザードゼロクリアいたしました。バテモツ協会でした。ありがとうございました。ゾンビの仲間入り、リーチハンターが追加されました。復讐に幕を。あら、ウェスカーモードが追加されました。何のウェスカーモードって何だろう。ウェスカーモード、ウェスカー操作、バイハザードゼロの世界を体感せよ。へえ、何やろう。